皆さんこんばんは。東京都千代田区より参りました花水木と申します。本日は平安時代の女流歌人泉式部の波乱万丈で情熱的な恋物語を精一杯演じさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。時は1000年前、京の都の春にとなり、愛しき人に恋焦がれ、儚き定めに袖濡らす麗しき歌姫の物語。あなたを古の舞台へ誘い、美しくも悲しき恋路が今始まる。泉式部が見たつき、今ひとたびの人にはさやかに見ゆるざよい、今でも涙でおもろに映る。いつしよ夢幻よりも儚き歌方の恋。ありがとうございました。花水木の皆さんでした。